CD サスキバスコニア・サットは、スペイン・バスク州、アラバ県ビトリアガステースに本拠地を置く、プロバスケットボールチーム。バスク州の銀行であるラボラルクチャがスポンサーであり、スポンサーネームは、ラボラルクチャビトリア。リーガ・アッコブに所属している。2004から05シーズンからは4シーズン連続で、ユーロリーグのファイナル4に進出している。2004から05シーズンは、決勝で、 イスラエルのマッカビテルアビブ BC に敗れ、2005から06、シーズンは準決勝で、マッカビテルアビブに敗れ、2006から07シーズンは、準決勝で、ギリシャのパナシナイコス BC に敗れ、2007から08、シーズンは準決勝で、ロシアの PBC チェスカモスクワに敗れた。サスキバスコニアでプレーした著名な選手には、ベリミルペラソボッチ、ホセカルデロン、 アルビーダス・マツヤウスカス、アンドレ・ノシオにニ、ファブリシオ・オベルト、パブロ・プリジオにニ、イゴール・ラコセビッチ、ルイス・スコラ、ゴランド・ラギッチ、ティアゴ・スプリッター、ミーザ・テレトビッチ、コルトン・アイバーソン、トーマス・エウテルなどがいる。1983年から1986年までは、銀行の母、アラバが、ネームスポンサーを務めた。1986年から2009年には、 当期製造企業であるトーレルがネームスポンサーを務めた。1986年から1997年まではトーレルのスペインでのブランド名であるトーガーズをチーム名称に用いていた。1997年、別のブランド名であるタウを用いてタウセラミカバスコニアにチーム名称を変更した。単独のチームに言及する際にはタウバスコニアが頻繁に用いられる。 バスコニア、サスキバスコニア、サスキバスコニア SAD は、スポーツクラブ全体の名称として用いられる。2009年、スペインの銀行であるカハラボラルが、クラブの新ネームスポンサーとなり、後に、ラボラルクチャバスコニアというチーム名称となった。スポンサー金額は増加し、クラブの予算増額に貢献した。1959年、CD バスコニアのバスケットボール部門として、 チームが設立された。クラブは抜群のスカウティング力と抜け目のない経営力で知られる。1971年には初めてプリメーラディビシオンでプレーし、1990年代にはスペインバスケットボール界の主役の一つに成長した。1991年には現在のホームアリーナであるパベロンアラバを使用し始めた。1990年代には 国際試合でもその名を轟かせ、1994年と1995年にはフィバサポルタカップで決勝に進出した。1996年にもサポルタカップで決勝に進出し、ギリシャのパッチ BC を破って優勝した。1995年のコパデルレーでは、パブロ・ラソとベルミル・ペラソビッチがチームを牽引し、クラブ史上初の優勝を飾った。 1997から1998シーズンにはリーガアッコブのレギュラーシーズンで1位となり、プレーオフでは初めて決勝に進出したが、バスケットマンレサに敗れて準優勝だった。1999年にはコパデルレイで2度目の優勝を飾った。2000年にはビトリアガステース出身の政治家、フェルナンド・ブエサが、 バスク地方分離独立主義組織バスク祖国と自由の活動家によって殺害される事件が起こり、パベリオンアラバはフェルナンド・ブエサ・アレナに解消された。2000年に創設されたユーロリーグではすぐに成功を収めた。エルマー・ベネット、サウリウス・ストムベルガス、ビクター・アレクサンダー、ファブリシオ・オベルト、若手のルイス・スコラなど、層の厚いロースターを持ち、 2000から2001シーズンのユーロリーグではファイナルに進出したが、イタリアのキンデル・ボローニャに敗れた。ロースターに、デヤン・トマシェビッチとアンドレの使用にを加え、バスコニアは2001から2001シーズンに、コパデル・レイで優勝し、さらにリーガー・アッコブで、初優勝した。スコラとパブロ・プリジオーニが、決定的な役割を果たし、2004年と2006年には、 コパデルレイでさらに2つのトロフィーを加えた。ユーロリーグでも成功を継続し、2004から2005シーズンには初めてファイナル4に登場し、準決勝では PBC チェスカモスクワを破ったが、決勝では前回大会王者のマッカビテルアビブ BC に敗れた。国内に目を向けると、バスコニアは同シーズンに再びアッコブの決勝に進出し、 レアルマドリードバロンセスト戦を2勝2敗で最終戦を迎えたが残り1分37秒69から61から劇的な逆転を許して69から70で敗れた2005から2006シーズンには再びユーロリーグのファイナル4に進出したが今度は準決勝で真っ赤日が立ちはだかったさらに再びリーガーアッコブで決勝に進出したが CB マラガに。 スイープされた。2006から2007シーズンのバスコニアは、ユーロリーグのレギュラーシーズンで1位となり、トップ16チームによる決勝トーナメントに進出し、準々決勝では、ギリシャのオリンピアコス BC をスイープした。2000年からに限れば、この試合で、スコラがユーロリーグの歴代トップスコアラーとなっている。準決勝では、 ギリシャのパナシナイコス BC と対戦し、結局優勝するチームに敗れた。ユーロリーグフィバサポルダカップ。ありがとうございます。